塚田正義は、茨城県小賀市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学校2年時に、地元の少年団で、軟式野球を始めると、小賀市立総和中学校を経て、茨城県立小賀第一高等学校へ進学。高校では、2年時の秋から首相を務めると、3年時の夏には、一番、遊撃手として、選手権茨城大会へ出場した。しかし、 在学中は、甲子園球場での全国大会と無縁で、卒業後に、白鴎大学へ入学した。白鴎大学では、1年次から、主力選手として、赤子新学生野球のリーグ戦で活躍。1年次の秋に打点王、4番打者を任された2年次の秋に打点王と、首位打者、4年次には、春秋連続で、盗塁王のタイトルを獲得したほか、三塁手で1回。 遊撃手で3回ベストナインに選ばれた。在学中には通算18本塁打のリーグ記録を受立したほか、通算で打率352、73打点を記録。2年次と3年次にはチームの春季リーグ優勝と全日本大学野球選手権大会出場も経験した。2011年の NPB ドラフト会議で、 内野手として福岡ソフトバンクホークスから3巡目で指名。契約金5500万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は32。2012年、春季キャンプを一軍相当の A 組で過ごすと、オープン戦にも出場したが、レギュラーシーズン中は2軍生活に終始。ウエスタンリーグの公式戦には、 前半だけで45試合に出場すると打率218、4本類打、11打点を記録した。フレッシュオールスターゲームへの出場が内定していたが、ウエスタンリーグの広島東洋カープ戦を控えていた6月1日に試合前のスライディング練習で負傷。後の診察で右膝関節の全十字靭帯不全断裂と外側半月板損傷が判明したため、 7月11日に右膝関節の全十字靭体再建術を受けてからはリハビリに専念した。2013年前年に手術を受けた右膝のリハビリを経てウエスタンリーグの開幕2戦目であった3月23日の対広島戦に代打で実戦へ復帰。シーズン全体では62試合の出場で打率2675本塁打。 24打点を記録したが、一軍公式戦への出場機会はなかった。2014年、ウエスタンリーグ公式戦98試合に出場すると、リーグの最終規定打席へ初めて到達。70打点で、打点を、出塁率、402で最高出塁率のタイトルを獲得したほか打率、313、15本塁打といった、好成績で、 二軍のリーグ優勝に貢献した。八月一日の対北海道日本ハムファイターズ戦八回表に、細川徹の代打として一軍公式戦にデビュー。八月九日に、福岡や福岡、ドームで模様された同カードで、延長十回裏一死1.3類の局面から、木所龍馬の代打に起用されると、宮西久男からの疑比で初打点を記録するとともに、 チームをさよなら勝利へ導いた。一軍公式戦には通算で4試合に出場したが、すべて代打での起用だった。なお、シーズン終了後には、プエルトリコのウィンターリーグに参加。外野手として26試合に出場、リーグトップの4三塁打、オプス、912などの好成績を残した。2015年には、ポジション登録を外野手に変更すると、 レギュラーシーズンの開幕を一軍で迎えた。一軍公式戦でのシーズン初打席は、開幕14打席の4月14日の対、オリックスバファローズ戦9回表での大打起用まで持ち越されたが、この打席で、海田智之から外野の5回席にソロ本塁打を放ったことによって、一軍公式戦での初安打と初本塁打を同時に記録した。一軍公式戦では、 通算で12試合に出場。4月4日の対埼玉西武ライオンズ戦7回表に初盗塁を記録したことを皮切りに盗塁を2回成功させたが、安田は前日した本塁打を含む2本だけに留まった。シーズン終了後の11月に鹿児島県出身の一般女性と結婚。2016年ウエスタンリーグ公式戦116試合に出場すると、 首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得するほどの活躍で2軍のリーグ優勝に再び貢献。安打数や得点数もリーグトップで8本塁打50打点を記録したが1軍公式戦ではわずか1試合の出場にとどまった。2017年春季キャンプで A 組に参加すると神林生活、鎌本号。 マ子雄介などとの間で一軍がやレギュラーの座を激しく争ったが、一軍公式戦のシーズン初出場は7月22日の対千葉ロッテマリーンズ戦でのスタメン起用まで持ち越された。この試合では1安打を放ったものの、翌7月23日に出場選手登録を抹消。8月2日の再登録後は、翌3日の対オリックス戦で一軍公式戦に、 シーズンぶりの本塁打を放ったことを皮切りに13試合の出場で2本塁打を記録した。なお10月12日には第1子を授かっている。2018年5月から一軍に昇格すると一軍公式戦で自己最多の25試合に出場。打率273本塁打6打点を記録した。代打中心の起用で左投手との対戦では 381という高打率を残したものの、セパコ流戦以降は一軍に定着できなかった。2019年、右膝の関節にガングリオンが生じていることが判明したため、レギュラーシーズン開幕直後の4月5日に、右膝関節内ガングリオン教師化デブリードマンという手術を受けた。この時期には、塚田以外にもチームに故障者が多く、一時は公式戦へ出場できる、 外野手登録の選手が不足する事態にまで至った。塚田自身は、全治2ヶ月という診断当初の見込みより早く、5月からウエスタンリーグの公式戦で実戦に復帰。一軍で、右の代打要因が手薄だったことも背景に、6月12日にシーズン初の出場選手登録を果たすと、18日の対東京ヤクルトスワローズ戦7回表に1 軍公式戦でのシーズン初安打を左投手デビットハフからの代打ソロ本塁打で記録した。レギュラーシーズンでは一軍公式戦18試合の出場で本塁打こそ一本飲みながら打率222、3打点をマーク。一軍がレギュラーシーズン2位で臨んだポストシーズンでは試合へ出場する機会こそなかったものの 読売ジャイアンツとの日本シリーズ第4戦まで1軍に帯同していた。しかし、チームがこの試合でシリーズ3連覇を決めた翌日に本拠地の福岡へ戻ると、ヤフオク、ドーム内の球団事務所で戦力外通告を受けた。本人は通告後も NPP 他球団での現役続行を希望していたため、11月12日には大阪式新勤スタジアムで、 開催の12球団合同トライアウトへ参加。5人の投手を相手に1三振を起死しながらも最後の打席で青山大輝から2塁打を放った。しかし、打球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、後に現役を引退した。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。2020年からはソフトバンク球団の職員として、 野球振興部で活動している。赤甲新リーグ新記録となる18本塁打をマークした打撃に加え、50メートル走のタイムは5秒9、遠投115メートルと身体能力も高い走れるスラッガーだった。ファームでの打撃は引っ張り、専門だったが、2014年オフに、プエルトリコウィンターリーグの外に広いストライクゾーンに、 対応することで逆方向への打撃もできるようになった。大学時代は内野手だったが、プロ入り後は外野も守っている。自身の分析によると外野は早球の精度に課題がある。2012年は三塁を中心に内野はすべて守った。膝故障号の2013年は三塁を中心に外野の出場が増え、遊撃手での出場がなくなった。2014年は 左翼種、右翼種での出場があるになり、三類種としての出場が減り、二類種での出場はなくなった。2014年オフのプエルトリコでは、中堅種としても9試合出場し、2015年度より外野種登録となった。白王大学では、一年生の時に、当時客員教授を務めていた、栗山秀樹の講義を受けていた。ありがとうございます。